皆さん、こんにちは。菊川市役所環境推進課です。今日は皆さんに菊川市のゴミの現状や出し方、市の取り組み、食品ロスや 4R について説明させていただきたいと思います。それでは環境出前講座、混ぜればゴミ、分ければ資源、どうぞよろしくお願いいたします。説明の前に環境推進課について簡単に紹介させていただきます。環境推進課は、皆さんが快適な環境で安心して生活できるように、ゴミや環境に関する仕事をしています。まず、菊川市のゴミの現状について説明します。まず、こちらのグラフをご覧ください。これは菊川市から出たすべてのゴミ量のグラフです。令和2年度は11,375トンになっています。続いて、こちらのグラフをご覧ください。これは菊川市の1人1日あたりのゴミの量です。令和2年度は644グラムとなっております。菊川市のリサイクル率ですが、令和2年度は 21.1% になっています。リサイクル率が下がっているのは、コロナ禍の影響で学校等での集団回収が減っていることも一因となっています。1人1日あたりのゴミの排出量を静岡県内の市の中で比較してみると、こんな風になっています。静岡県の平均は 858g です。こちらのグラフからもわかるように、菊川市は県内23の市の中で1人1日あたりのゴミの排出量が2番目に少ない市となっています。これも皆様一人一人が日頃からゴミ減量に取り組んでいただいている結果だと思います。本当にありがとうございます。より豊かな環境を目指すために、今後もゴミの減量とリサイクルにご協力をお願いいたします。続いて、菊川市のゴミ処理について説明します。私たちが出した燃えるゴミと燃えないゴミは、市からの委託業者が収集したり、ここで直接搬入したりして、菊川市と掛川市で建設したゴミ処理場の環境資源ギャラリーで中間処理をしています。中間処理されたゴミは最終処分場へ運ばれ、埋め立て処分をしています。また、環境資源ギャラリーの運営等の経費は菊川市と掛川市の2市で負担しています。菊川市の1年間の負担金は約4億円。人口1人当たりで見ると、その処理費用は約8000円となっています。負担金については、量子から出たゴミの割合で金額が決められています。次に、基本的なゴミの出し方についてです。ゴミの出し方についてご説明する前に、リサイクルをする理由についてお話しさせていただきます。リサイクルをする理由は大きく分けて3つあります。1つ目は、限りある資源を大切に使うためです。日本は資源に乏しい国であり、世界的に見ても資源には限りがあります。分別し、再利用できれば資源となり、しなければゴミとなってしまいます。小学生からリサイクルするのと、ゴミとして処理するのと、どちらの方が費用が安いのかという質問がありました。正直に言うと、リサイクルするよりゴミとして処理してしまう方が費用は安いです。ではなぜわざわざお金をかけてリサイクルするのでしょうか。その理由が、今お話しした資源には限りがあるからです。お金がかかるからという理由でリサイクルをせず、すべてゴミとして処理してしまったら、新しい資源をどんどん使っていくことになります。みんなが新しい資源ばかり使ってしまうと、いつか地球の資源はなくなってしまいます。そうならないためにも、リサイクルをして再利用することで資源を大切にしています。もう一度新しい製品として生まれ変わることで、また皆さんのところに戻ってきます。資源には限りがある、だからリサイクルをする、このことをぜひ覚えておいてほしいと思います。2つ目は、地球の環境を守るためです。ゴミが処理しきれなくなってしまったらどうなるでしょう。私たちが捨てたゴミが川から海に流れて、それを海の生き物たちが食べてしまうという海洋プラスチックの問題が、世界的にとても深刻な問題となっています。3つ目は、ゴミ処理にかかるお金を減らすためです。菊川市から出るゴミの量が減れば、
環境資源ギャラリーに支払う負担金が少なくなります。負担金が少なくなれば、そのお金を教育や福祉の充実等に活用することができます。ここでゴミの出し方の基本ルールを再確認したいと思います。菊川市では基本ルールとして皆さんに3つのことをお願いしています。 ① 市指定のゴミ袋に入れて縛って出すこと。袋には自治会名、氏名を記入することも忘れないでください。 ② ゴミカレンダーで決められた収集日に決められた場所に8時までに出すこと。 ③ 指定袋に入らないゴミは環境資源ギャラリーに持ち込んでください。この3つは基本ルールですので、お家の方や近所の方にもぜひ周知をお願いします。ゴミの種類について確認してみましょう。大きく3つに分けて収集しています。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源物です。まず燃えるゴミについてです。燃えるゴミで出せるものは、生ゴミ、紙おむつ、木製品、容器包装以外のプラスチック製品、革製品、ゴム製品などです。マッチも燃えるゴミで出せますが、発火の危険がありますので、必ず使い終わったもののみ出してください。これは燃えるゴミが実際に間違って出されていた事例です。燃えないゴミの袋の中に燃えるゴミであるビデオテープや洗濯物干しといったプラスチック製品が入っていました。燃えるゴミと燃えないゴミはしっかり分けて、それぞれの指定ゴミ袋に入れて出していただくようにお願いします。次に、ゴミが新聞紙に包まれていて中身が確認できないものがありました。このようなものは収集の時に中身を確認する必要があります。ゴミの中身が分かるようにして出してください。しかし、割れ物などで指定ゴミ袋に穴が開いてしまう可能性がある場合があります。そのような時は、袋に穴が開かないようにそのものを包んでいただき、指定袋の表に割れ物ありなどと記入して出してください。中身が見えなくなってしまうような二重袋にはしないでください。続いて、燃えないゴミです。燃えないゴミで出せるものは、スプレー缶やフライパンのような金物類、ラジカセやドライヤーなどの小型家電製品、茶碗などの瀬戸物やガラス製品、ガスを抜いたライターなどです。携帯電話やパソコン、ゲーム機などに使われているリチウムイオン電池は、回収したとき発火する危険があるため、燃えないゴミに入れないでください。リチウムイオン電池につきましては、乾電池と同じくゴミステーションの中にある電池回収ボックスに入れるか、環境保全センターに持ち込みをお願いします。燃えないゴミの出し方で間違って出されていた事例を紹介します。資源物であるプラスチック製容器包装が燃えないゴミ袋に入って出されていたり、同様に瓶や缶、ペットボトルが入っていました。資源物となるものはリサイクルをお願いします。次に、スプレー缶がそのままゴミ袋に入れられているケースがありました。これは車両火災等の事故につながる可能性があるため、必ずスプレー缶は中身を使い切って、ガスを抜いてから穴を開けて出していただくようにお願いします。自治体によっては穴を開けないで出すところもありますが、菊川市では使い切ってガスを抜いてから穴を開けて出してもらっています。事故防止のためご協力をお願いします。ライターもスプレー缶と同様、ガスを抜いてから燃えないゴミへ出してください。では、燃えるゴミと燃えないゴミの出し方の確認です。 ① 燃えるゴミ、燃えないゴミをしっかり分けてください。 ② 袋の中身が分かるようにして出してください。 ③ スプレー缶、ライターはガスを抜いて出してください。 ④ 資源になるものは分別してリサイクルをお願いします。続いて、資源物です。資源物として回収しているものは、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、瓶。瓶については、透明、茶色、その他の色の3色に分別しています。そして、白色トレーとプラスチック製容器包装です。皆さんは、菊川市でリサイクル回収されているものが何種類あるか知っていますか？正解は16種類です。菊川市では、こんなにたくさんの種類をリサイクル回収しています。
去年から家庭用プリンターのインクカートリッジや食用油の回収も始めました。ここでハイプラと呼ばれているプラスチック製容器包装について説明します。プラスチック製容器包装とは、プラスチックの素材でできており、容器や包装に使われています。目印としては、画面にありますプラのマークがついているものを出すことができます。これは、容器包装リサイクル法の中で、商品を作った企業に、プラマークのついたゴミ処理費用を負担することが義務付けられているからです。菊川市でもそのルールに従って、プラマークがついているものを分別して収集しています。ハイプラの例として、電化製品や割れ物などを包むエアクッションですが、これは商品を包む容器包装になるので、プラ資源になります。タンスに吊るす防虫剤の容器や、冷蔵庫に置く脱臭剤の容器についても、中身を消費すれば不要になるため、プラ資源になります。スーパーのロール状のビニール袋も商品を入れる袋になるので、レジ袋と同様にプラ資源になります。合わせてプラ資源の出し方ですが、レジ袋に入れたままネットに入れられているケースが見受けられます。プラ資源を出す場合、それぞれ袋から出してネットに入れてください。また、ゴミステーションに置いてあるハイプラ用のネットを家庭に持ち帰ってしまう事例が増えています。毎回必要な枚数しか置いてありませんので、持ち帰ることのないようお願いします。また、プラマークがない、プラスチックでできているバケツやおもちゃなどのプラスチック製品については、現在菊川市では資源物回収していません。プラスチック製品はハイプラではなく、燃えるゴミに出してください。続いて、白色トレイ、ペットボトルの出し方ですが、それぞれきれいにしてから資源物用ネットへ出してください。白色トレイはきれいに洗って割らずに出してください。ペットボトルについても中を洗ってきれいにしてから潰さずに出してください。ペットボトルについているラベルやキャップ、シールなどは剥がしてから出してください。ラベルとキャップについてはハイプラとして出してください。シールは燃えるゴミになります。瓶やアルミ、スチール缶については、中身をきれいにして、資源物用の決められたコンテナへ入れてください。化粧瓶は、中身がきれいになれば、その他瓶として出すことができます。きれいにならないものは、燃えないゴミとして出してください。そして、最近、色が分かりにくい商品が増えております。透明、茶色の判断がつかないものは、その他瓶として出してください。また、アルミ缶やスチール缶は潰さないでください。潰してしまうと圧縮して一つの塊にしたときにうまくくっつかず、バラバラになってしまいます。潰してしまっても回収できますが、なるべく潰さないようにして出してください。そして、瓶回収の中で多く見られるものとして、耐熱ガラス製の調理器や食器、哺乳瓶などがあります。耐熱ガラス製の調理器とは主に、梅酒をつける瓶などになります。これらは回収できるガラス瓶と成分が異なりますので、リサイクルではなく、燃えないゴミに出してください。他にも、こんなものが間違って出されていることがあります。間違って混ぜてしまうと、新しく作るガラス瓶の強度や品質に大きく影響してしまうので、リサイクルではなく、燃えないゴミとして出してください。ガラス瓶であっても、瓶回収に出せないものもあります。農薬や劇薬が入っていた瓶は、専門業者に依頼して処分してください。中身が入った瓶については、中身をきれいにしてから出すようにしてください。中身が入った状態では、瓶としてリサイクルできるものであっても回収できません。必ず中身を取り除き、きれいに洗ってから瓶回収に出してください。留め具がついた瓶については、留め具を外し、分別して出してください。外れないものについては、燃えないゴミで出してください。それでは、資源物の出し方の確認です。1、汚れ、使い残しがないこと。2、資源物は決められたコンテナやネットに出してください。3、プラ資源以外のプラスチック製品は、燃えるゴミに出してください。4、ご家庭でビニール袋などに溜めた資源物は、袋から中身を出して回収ネットに入れてください。
また、雑紙も可燃ごみとして出されているケースが多々あります。ティッシュ箱や新聞紙等の雑紙類も分別すれば資源として再利用することができます。出せる場所は地区センターや市役所北側、環境保全センターなどの古紙回収拠点場所、赤土リサイクルステーションにて回収しています。詳しい場所についてはホームページや冊子、ゴミの出し方をご覧ください。新聞紙、雑誌、段ボールは紙紐で縛って出してください。その他雑紙は紙袋や古封筒などに入れて出してください。また、紙マークがついていても、ビニールやアルミがついたものは燃えるゴミとなるのでご注意ください。例えば、カップラーメンの蓋などは燃えるゴミになります。次に、市では処分できないものについて説明します。ご覧の通り、車のタイヤホイール、消火器、農薬撃薬等の瓶、バッテリー、在宅医療で使用した注射針等や、家庭で使用したもの以外の肥料袋は市では処分できません。購入元や専門業者に問い合わせをし、処分をお願いします。続いて、菊川市のゴミ減量に関する取り組みについてです。まずは、衣類等の回収です。燃えるゴミとして出すのではなく、リユースすることで、資源の有効利用の促進と、可燃ゴミの減量を目的としています。回収場所については、菊川市役所駐車場北側、赤土リサイクルステーション、環境保全センターで行っています。こちらは、衣類と回収で回収できるものになります。コンテナやホームページ等にも掲載してありますので、そちらをご確認ください。こちらは回収できないものとなりますので、燃えるゴミまたは燃えないゴミで出してください。きれいな布団については、環境保全センターで無料回収を行っています。詳しくはコンテナやホームページ等にも掲載してありますので、そちらをご確認ください。衣類等の出し方について確認します。1、回収できるものは再度使用できるものに限ります。回収された衣類等は発展途上国などに送られています。ご自分で再度使用できるものかどうか確認してからリサイクルに出していただけるようお願いします。2、匂いや汚れがひどいものや濡れたり破れたりしているもの、ペット用品は回収できません。3、コンテナに出すときは紐で縛るか袋に入れて出してください。靴と服は同じ袋に入れないよう別々に出してください。次に、使用済み小型家電の回収です。燃えないゴミとして出されていた使用済み小型家電を回収し、再資源化及び循環型社会の推進、ゴミの減量を目的としています。回収は環境保全センターで行っています。また、令和4年1月から宅配便による自宅回収も始めました。宅配回収については、インターネットでリネットジャパンと検索してください。回収できる小型家電は、家庭で使用しているもので、炊飯器、電子レンジ、パソコンなどです。事業所で使用しているものは回収できませんのでご注意ください。ただし、冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機の家電4品目は、リサイクル料金が発生するため、環境保全センターに持ち込めません。郵便局でリサイクル券を購入し、環境資源ギャラリー、または袋井市にある静岡大京運輸へ持ち込むか、市内の家電リサイクル協力店へご相談ください。詳しくは、ホームページ、または冊子、ゴミの出し方をご覧ください。次に、食用油の回収です。今までは固めたり、紙や布に染み込ませて燃えるゴミとして出していましたが、再資源化及びゴミの減量を目的として、令和4年3月から新たにリサイクル回収を始めました。回収は、環境推進課、赤土リサイクルステーション、環境保全センターで行っています。回収できる油は、植物性で液状のもののみです。詳細はホームページをご覧ください。薬剤で固めたものは今まで通り燃えるゴミで出してください。回
回収できない油は主に植物性であっても固形のもの、動物性のもの、機械油、家庭で使用したものではない油です。こちらの詳細につきましてはホームページをご覧ください。食用油の出し方について確認します。使用済みの食用油はこし器でこして出してください。丸に、油は透明のペットボトルに入れ、こぼれないようしっかり蓋をしてください。丸3、家庭で出た食用油のみ回収します。丸4、回収できないものについては持ち帰っていただき、固めるか布に染み込ませて燃えるゴミとして出してください。続いて、古紙類の回収についてです。回収場所は、地区センター等や赤土リサイクルステーション、環境保全センターです。地区センターについては、すべての場所で回収しているわけではありませんので、詳しい場所については、冊子、ゴミの出し方やホームページをご覧ください。回収できる古紙類は、新聞紙や雑誌、段ボール、雑紙です。ここで雑紙について簡単に紹介します。雑紙は燃えるゴミに出してしまいがちなお菓子やティッシュの箱、メモ用紙や紙付箋などです。雑紙も大切な資源なので、ぜひリサイクルをお願いします。古紙類の中でも回収できないものがあります。濡れているもの、肥料袋、アルミ加工されているものです。他にも、レシートなどの乾熱紙や写真用紙、特別な加工がされている紙や、匂い、汚れがついた紙は回収できません。回収できないものについては、燃えるゴミとして出してください。古紙類の出し方の基本ルールについて確認します。一つ目、古紙は紙紐で縛るか、紙袋に入れて出してください。二つ目、新聞とチラシはなるべく分別して出してください。3つ目、紙マークがついていてもリサイクルできないものがあります。紙マークはリサイクルできるマークではありませんので、特殊な加工がしてある紙については、紙マークがついていても燃えるゴミとして出してください。続いて、生ゴミ処理機の購入補助金について紹介します。対象は家庭用のバイオ式及び乾燥式生ごみ処理機、そして地面設置型のコンポスト容器です。令和4年度から補助上限金額を拡大しました。補助額は購入額の3分の2とし、バイオ式及び乾燥式が7万円、コンポスト式が7000円を上限といたしました。購入を検討している方がいらっしゃいましたら、購入する前に環境推進課までご連絡ください。続いて食品ロスについてです。食品ロスは食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。皆さんも料理などを残してしまったり、たくさん買ってしまって結局食べられずに捨ててしまったことはありませんか？今、世界中で食品ロスは大きな問題になっています。私たちが食べるまでには、たくさんの人が一生懸命働いてくれていたり、生き物の命をいただいたりしています。食べ物も大切な資源、無限にあるわけではありません。食べられるものを捨ててしまうのはもったいないと思いませんか？年間の食品ロス量はなんと522万トン。これは世界中で食べるものがなくて苦しんでいる人々に向けた、世界の食料援助量の 1.2 倍です。日本人1人当たりの食品ロス量は1年約41キロで、これは日本人1人当たりが毎日お茶碗1杯分、約 113g のご飯を捨てているのと同じくらいの計算になります。家での食品ロスに注目してみましょう。こんな理由で食品ロスが生まれていませんか？ちょっと思い出してみてください。作りすぎて食べきれなくなってしまった。余分なところまで切って捨ててしまう。買いすぎて使い切れない。食べるのを忘れていてカビが生えてしまった。これらもすべて食品ロスにつながってしまいます。よく消費期限と賞味期限という言葉を聞くと思います。違いがわかりますか？消費期限は期限が過ぎたら食べない方がいいものです。
美味しく食べられる期間が短い食品に表示されています。消費期限がついた食品は、食べられる分だけ買って、期限内に食べきるようにしましょう。賞味期限は、美味しく食べられることができる期限です。消費期限に比べて、腐ったりしにくい食品に表示されています。この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありませんので、煮たり焼いたり工夫することで食べきるようにしてください。家で食品ロスを増やさないために、買い物の時は使い切れる分だけ買う。料理の時は食べきれる量を作る。食事の時は美味しく食べきる。この3つを心がけてみてください。すぐに使うものや食べるものは棚の手前から取る手前取りに協力をお願いします。お店の棚の手前にある商品は消費期限や賞味期限が近いものが多いです。奥から商品を取ると手前の商品は売れ残ってしまい、返品されたり捨てられたりしてしまいます。菊川市でも食品ロス削減に関する取り組みをしています。食品ロスを減らすための啓発ポップとポスターを作成し、市内のコンビニや大型スーパー、生鮮食品等を扱うドラッグストアにご協力いただき、皆さんの見えるところに掲示してもらっています。廃棄されてしまう食品を減らすために、すぐ食べるものは手前からを心がけてください。菊川市ではこの他に、給食センターで給食を調理するときに出た野菜くずや食べ残しを燃えるゴミとして出すのではなく、リサイクルすることによって電気や肥料に生まれ変わっています。令和4年度からは新たに大空認定こども園の離乳食残さと、菊川市立総合病院の食品残さも同様にリサイクルをしています。鈴代商事株式会社菊川バイオガス事業所では、微生物の力を借りて食品残さをリサイクルしています。微生物の力でメタン発酵させ、メタンガスは発電に、発電で出た熱と二酸化炭素は、隣にあるベルファームでトマトの光合成に使用されています。また、残りカスも水を絞って他の会社で肥料にしています。このように、鈴代商事株式会社菊川バイオガス事業所では、循環型社会の形成と環境に優しい取り組みをしています。最後にまとめていきたいと思います。菊川市では 4R を推進しています。4R は、ゴミに関する取り組みのアルファベットの頭文字を取ったものです。まず1つ目、リフューズです。ゴミになるものを断る、マイバッグなどを活用するなどです。2つ目、リデュースです。ゴミを減らすことはもちろん、食品ロスを減らすことも重要です。3つ目、リユースです。物を大切に使ったり、いらなくなったものを譲ることで、ゴミを減らすことができます。4つ目、リサイクルです。今日お話ししたリサイクルについて、ぜひご協力をお願いします。市やスーパーのリサイクルステーションなどを積極的に利用してください。最後に、菊川市から2つお願いがあります。まず1つ目ですが、ゴミのポイ捨てや不法投棄が増加しています。私有地や道路については市で回収しますが、民地については市で回収できないため、土地の管理者が片付けていただくようになります。ポイ捨ても不法投棄も立派な犯罪で、個人であれば5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金になります。軽い気持ちでポイ捨てしないようにお願いします。そして、土地をお持ちの方については、捨てられない対策をお願いするとともに、環境推進課で注意喚起の啓発看板を配布していますので、ぜひご活用ください。ただし、個人には配布できませんので、必要であれば自治会単位で申請をお願いいたします。2つ目、不用品無料回収業者を利用しないでください。不用品等の廃棄物を業として収集運搬するには、市町の許可が必要です。ですが、そのような無料回収を謳った業者は、ほとんどが許可を持たずに業を行っていますので、利用しないようにしてください。トラック型や空き地型など様々な方法でやっているケースがあります。また、万が一そのような業者を利用した場合、
無料と言いながら高額請求を求められるケースや、その回収物を不法投棄する事例もありますので気をつけてください。説明は以上となります。今後も菊川市の環境美化にご協力をお願いします。長い間ご清聴ありがとうございました。